こんにちは、賃貸の正木です。本日は JR 郡山駅前にございますレジデンシアティユール 2LDK マンションのご紹介させていただきます。まず私がいますのが、リビングとなっておりまして、こちら約10畳ほどございます。こちらでダイニングテーブル、ソファ、テレビなどを置いていただいてお過ごしいただけるようなところとなっております。またですね、エアコンの方とテレビの方も設置可能ということで、大変そちらも嬉しいポイントかと思います。またこちらの方ですね、バルコニーとなっておりまして、こちらも大変広々としております。JR 郡山駅前ですし、またコンビニも近くにございます。またコインパーキングもございますので、来客の際はそちらもご利用いただけるので、大変便利な立地かと思います。はい、またですね、こちらの方がキッチンスペースとなっておりまして、大変広々とした、キッチンとなっております。お好きなサイズのガスコンロを置いていただけますし、調理台もどちらもございます。シンクの方も広々としておりますし、収納に関しましてもこちら開けていただくとですね、収納スペースもかなり充実しておりますので、こちらでお鍋、フライパンなどたくさん収納していただけるような、キッチンとなっております。またですね、こちらの方を見ていただきますと、こちらに給湯器のリモコンございますので、こちら温度変更をすぐしていただけるので、そちらも便利なポイントかと思います。またですね、こちらリビングの方には、インターホンの方ございますし、こちらリビングと面したお部屋ですね、和室の方がございまして、約6畳ほどの和室となっております。こちらの方からもバルコニーの方に出ていただけるので、大変使いやすい間取りかと思います。エアコンやテレビの方も設置可能となっております。またですね、こちら、開けていただきますと、押し入れ収納の方がございまして、こちらでお布団派の方であればお布団など収納していただけますし、大衣類なども工夫して収納していただけるような押し入れとなっております。一旦リビングの方に戻りまして、お手洗いのご紹介ですね。こちら、洋式タイプのお手洗いとなっております。大変清潔感のあるお手洗いとなっております。こちらの方が玄関スペースですね。こちらも広々としておりまして、こちらの方にシューズボックスや傘立てなどを置いていただけるようなスペースも十分確保されております。続きまして水回りなんですけれども、まず入ってすぐに独立洗面台がございまして、その、反対側ですね、室内洗濯機置き場がございます。またさらに奥参りますとバスルームとなっておりまして、こちらですね、換気扇などもございますし、給湯器のリモコンもございますので、温度変更などすぐしていただけるようなところとなっております。はい、最後に洋室のご紹介ですね。こちら 4.5 畳ほどの洋室となっております。お子様部屋としてもご利用いただけるようなお部屋となっております。こちらもですね、エアコンやテレビの方設置可能となっておりますし、こちら見ていただきますと、クローゼットがついておりまして、ハンガーパイプの方もついてますので、こちらで衣類などを収納していただけるような部屋となっております。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですけれども、詳しい内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。